伊豆箱根鉄道田京駅、時刻12時58分スタート。全然寒くねえ。ここ小坂みかん園のとこの、発端定山ハイキングコース上り口で、一応伊豆長岡は今の伊豆の国市のオフィシャルでは頂上まで90分でことになってるんだけど、いつもここは1時間で登るように頑張ってます。現代時刻1326、ほんなら発端定山目指してスタート。まだまだ登ります。あそこ前ロープウェイ横切ってるけど、あそこで一旦登り終了でしばらくトラバースになります。はい、ロープウェイした。ただいま1344つうわけで、中高年トレーニーの皆さん明けましておめでとうございます。マスター伊豆の関西人、105キロ58歳、初老トレーニーです。今日は山トレに来てます。というわけで今日のテーマは、大柄高体重中高年の皆さんへの山トレのおすすめです。まあ要はジムトレオンリーは卒業して、ちょっと外で体動かしたらどうですかっちゅうお誘いですね。山トレって言うてるけども、要はただのハイキングなんだけど、コツというか楽しみというか目標は、あのコースタイムを縮めていくことですわ。60分かかりますってとこを50分とか40分とか30分とかで行けるようにすること、それってすごく面白いです。ほんでまあ手っ取り早い始め方としては、小分車ってありますね。大和高原地図の小分車、多分あれ一番ユーザー多いと思うんで、とりあえず好きな3域の小分車の大和高原地図を買ってきてコースタイムを見ます。ほんでコースタイムより早く移動できるようになること。でまあジムトレオンリーとか、また全然運動してない中高年高体重皆さんは、ひょっとしたら大和高原地図の標準タイムも切れないかもしれない。いや俺ずっと前やってんけどね。でもそれが悔しかったら、つうかがっかりしたとか言うんやったら、まあ次は頑張ろうということになってコースタイム切れて更新していったら嬉しくなって、どんどんやるようになると思う。ほんで山トレのいいとこは、ロードだけじゃなくって上りあり下りあり、ほんで路面がいろいろありで、刺激が一定やないのね。だからトータルで体を鍛えることにもなるし、一定方向の刺激ばっかりが加わらないので、腱やら関節にも優しいと思う。でまあ山トレはとにかくコースタイムを縮めていくこと、それを目標に頑張る、考える、鍛える、それがまあとりあえず全てというか俺の考える山トレで、そうすることによってジムトレでは鍛えられない部分を補完して、トータルのフィットネスレベルを上げていきましょうというお話です。山トレってこういう下りが結構あるのもいいところで、これはこれでまた
違うバランス、違う筋肉の使い方、足運び、いろんな習熟の要素があって、やればやるほど楽になってくるのが楽しいですね。そこがピークと思ったら大間違い。また先。そこちょっと下って、ほんで登ったら、発端上山ピーク。あれピークです。よし。発端上山ピーク着きました。ありがとうございます。あ、富士山見えてる。ただいまの時刻、14時20分。ピシー、アラカン100キロオーバー。今日は1時間切れました。アラカン100キロオーバー、なめんじゃねえって感じ。はしんど。はい。どうも。マサイズの関西人、アラカン100キロオーバーです。うん。今日もなんとか、小坂みかん園から、ここ、発端定山まで、1時間切ることができました。富士山も見えてます。ちょっと妻が先に落ちちゃったんで、今、山頂貸し切り状態。まあ、こんな感じで山トレって、とにかく、コースタイムを短く、短縮していくことに、意義がありまして、その過程でいろんなことが伝わったり、いろんなことを学んだりするようになると思います。で、ジムトレと合わせてトータルのフィットネスレベルを上げていこうというお話です。よいしょ、降りていきます。